227系の後編になります。エンタグラフを切り取ってパテで埋めます。ルバーを塗ってシールを貼ります。ムラができちゃいました。交尾車も完成しました。尾はこんな感じ。これで227系のプラレールが完成しました。走らせていきます。シルバーが輝いていてかっこいいですね。ご視聴ありがとうございました。